ソヌラ、貝柱さんを好きな人って大概いい人だから、彼氏選ぶ時の材料にしようと思ってる。それは買いかぶりすぎだと思うよ。いつか痛い目見るよ。こんにちは、貝柱です。おはようございます。今日はターミナルという映画について話します。きたー、きたぜきたぜ。ターミナル、ターミナル、もう大有名な映画ですけど、クリスマス前にこれは一旦話しておこう。スティーブン・スピルバーグ監督、トム・ハンクス主演。これあれなんですよね、その空港の中での出来事の話なんですけど、モデルになった人物がいて、この人が最近お亡くなりになられたっていうニュースを聞いて、あっつって思い出して話そうと思ったことなんですけど、モデルの人がですね、メフラン・カリミ・ナセリさん。これモデルになった人、報道されてる内容だとかっていうね、断片的な情報を見るとどうやら結構厄介な人だったみたいですね。はい。まああくまでこの辺は断片的な情報ですから、本人の人間性っていうのは実際どうだったかっていうのは分かりませんが、ターミナルって映画に関してはですね、とっても笑えるし、すごく結構いいお話でですね、やっぱりちょっとうるってきてしまう部分もあるんじゃないかっていう。ぜひね、見たことある人はもうコメントを好きに書いてもらってね、見たことない人はですね、好きな空港映画、飛行機映画書いてください。または空港とか空の上で起きたなんか変な体験談とかあったらぜひ。はい、この映画ね、おすすめポイントとしてはですね、心が温まったり温まらなかったりするという、ハートウォーミングったりウォーミングらなかったりするっていうやつ。はい。でドコメディなんでね、めっちゃ笑える要素も多いと。あとね、これ良くも悪くもですが、見てしまったらバーガーキングめっちゃ食いたくなるんで、近くで買えない人はね、要注意ですね。空港内での出来事のお話なんですけれども、これすごいですよ。要はその空港での撮影許可が下りなかったもんでですね、当時だからクソでけえ空港のセットを作って、その中で撮ったっていう、もうさすがですよね。やっぱ海外の予算のかけ方とかもそうですけど、大規模ですね。昔の映画なんでね、ネタバレ踏み込んだところまで話しちゃうので、ちょっとやだよっていう人はこの動画はあらすじまでで止めておいてください。ターミナル、どんなお話かっていうと、ニューヨークの JFK 国際空港、今日もたくさんの観光客が出入りをしております。空港のさ、時刻表みたいなのあるじゃないですか。何時何分にどこどこ行きの飛行機が発車しますみたいな、バーって書いてあれがさ、パタパタパタってなるじゃん。あれみたいな感じで冒頭でパタパタパタって、そこでスタッフの名前がそこに出るのよ。ちょっと凝ってんのよね、そういう感じも。面白いです。まあいっぱいね、たくさんのこう旅行客であったりがこう出入りしているわけですけど、そこでそのアジア圏の不法入国者たちが一気に検挙されていたりです。わー、待てー、警備の人たちがわーって追ってったりして、もうそれ慌ただしいのよ。そんな空港に、東欧にあるクラコージアっていう国からやってきたビクター・ナボルスキーという男が来ます。ね。クラコージアっていうのは架空の国ですね。ここで問題が発生します。この自分のお国のクラコージアでですね、クーデターが起こってしまって、ちょっと内戦、戦争が始まってしまった。だから、パスポート、この自分のパスポートが使えなくなっちゃうんです。ここで、無効になっちゃう。だから、もうこの直前でですよ、この空港来てんのに、アメリカに入国できなくなっちゃうの。だからこの空港の外に出れないんですよ。で、じゃあお国に戻ろうかっていうと、それもできなくて、なぜかっていうと、戦争起こってるから、そこ行きの飛行機も飛んでないんですよ。まあ、そういうことを、その空港の警備責任者みたいな人に説明するさせられるわけ。ちょっとごめんやけど、ダメやでと。アメリカの血は踏ませられへんで、お前には、みたいな。ナボルスキー、英語わかんないからさ、カプリチョーサケルチーズ、ベジバンガードサラムダンク。ね、お国の言葉しか話せないから、から英語の説明があんま理解できてないわけですよ。要は、クーデターが起こったことも理解できてないから。ちなみにこの時のそのクラコージア語、っていうんですか、これトム・ハンクスの全部アドリブっていうね、すごいですよね。ペラペラーっていうわけですよ。面白いですね。何やと思ったら、そのテレビが、空港にあるじゃないですか、備え付けのやつ。ニュースやってるわけですよね。そこでやってるニュースっていうのが、クラコージアで、クーデターが起こりました。戦争が起こりました。わあ、めっちゃ大変やで、つって、ニュースの人が言ってるからさ、トム・ナボルスキーはさ、それ、ってなってさ、嘘って。そこで内戦が起きたことを知るわけ。これで仕方なく、国にも帰れないアメリカの、要はその空港から外にも出られないから、もう仕方なく、ナボルスキーはターミナル、ここで暮らし始める。そんなナボルスキーのこと、ちょっと邪魔じゃねって思ってるやつがいるわけですね。これが、国境警備局の主任のディクソンっていう男ですね。最初のうちはですよ、
ナボルスキーのこともターミナルの中にばっかいるのが嫌になって、勝手になんか問題を起こして勝手に捕まるだろうとかって思ってたんだけど、なかなかこうナボルスキーは空港の中でおとなしく待ってるから、空港の中にいる分には何も問題ないからさ、法的に問題ないからどうすることもできるのよ。はぁ、どうなしようかな思ってるわけ。もうしめしめみたいな、こいつじゃあもう嘘ついて騙してやろう、クイックイみたいなもんですよ。あーどうもこんにちは、ナボルスキーさんと話しかけて、あー どうしたんつ、あなたアメリカ出たいんですよね、ニューヨーク行きたいんですよね。これ大きな声じゃ言えないんですけど、何時何時にはあの出口の警備員たちいなくなってるから、その時間帯抜け出しちゃっていいですよ、行っちゃってくださいっつって、それでその空港から一歩ですよ、足を踏み出そうもんなら捕まえることができるからですよ、行ってらっしゃい行ってらっしゃいっつってやるわけ。ナボルスキーもさ、最初あざーっつって、じゃあ何時何時にっつったら本当に警備員がいないからですよ、よっしゃいタロッつってほは行くんですけど、なんかおかしいなっていうのをナボルスキーは感づくわけですよ。なんか監視カメラがずっと自分のことを追ってると。ディクソンはそれをしめしめと思って、その監視カメラ見れるその警備室から見てるわけ。ナボルスキーがほら早く外行けやほらっつって、それをナボルスキーは感づいてさ、おかしくねなんか変じゃねって、だからその監視カメラに向かってさ、ここで待つから、ここで俺ここで待つから。そしたらディクソンもその画面越しに、あで警備員のあのここら辺にいる何人かの部下たち、ディクソンがちょっとうまいことやられてちょっとプククってなってるって。まあそ何にしてもまあ外には結局は出れないんだけどね。まあだからそのナボルスキーまたどないしようって思ってたらですよ、そっからあの向こうからすげえドベッピンなあの CA さんがスターってやってくる、スターってやってきて、ふぅずっこけるわけですよ。で、あ、で、大丈夫ですかって助けて、あ、すいません、あざすあざす。で、めっちゃ綺麗やん、ドベッピンやんって思うからさ、ちょっとこう軽く話しかけちゃったりもするんだけど、ありがとうっつって、あの、エスカレーター、スーって登っていって、そしたらその上でなんか、ちょっといけすかない男が、ウェーって、ウェーってやってんの。で、CA さんが、キャーとかって抱きついて、なんか、なんや、公衆の面前でチューチューするもんですから、なんだよ、男持ちかや、チェケラッチャーとか思って。スタスタスタよ、そうこうしてるとこう腹が減ってくるわけですよ。ドル持ってないから、あ飯も食えないと、どうしようかなって思ってたらですよ、あんたちょっとどいてとか言って、おばあちゃんどけっつって、わーっつって、なんかカート、ショッピングカートを押してるわけで、ショッピングカートをスタンって押したら、チャリン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 、なんかお金が出てくる箱みたいなのがあって、どうやらこのショッピングカートを所定の位置に戻すとなんかお金がもらえますよみたいなシステムみたいでですね、これよくわからないんだけど、な何それみたいな、向こうだとそういうシステムあるんですかね。お金稼げんじゃん、オッケーって思って、そのナボルスキーもう空港中のだからカートを集めて回ってです、すいませんすいませんすいません、チャリンチャリンチャリン、オッケーってバーガーキングがあるからですよ、バーガーキングでにお金バーンってハンバーガーもらって、もしゃ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 、よっしゃーオッケーガチャンチャリンチャリンチャリンチャ、これでハンバーガーをくれ、もしゃもしゃもしゃ繰り返すわけですね。どんどんこうやってお金を稼いでいく、まあ、なんならあの子供がこのカートに乗ってさ、ウェーイとかって遊んでるんですよ、好きじゃん子供ってそういうの、その子供が乗ってるカートをよいしょってどいどいてだって子供どかせて持っていくっていう、ありがとうねありがとうねありがとうみたいなこともして、集めていってバーガーキングを食べる。バーガーキングがうまそうなんですよね、このハンバーガー、なんかケチャップとかが口元にこう ついてさ、うまそうに食うんですよトムハンクスがね。まあそんなこんなですよ、最初は英語も話せずに言葉すら通じなかったこういう状態のナボルスキーなんですけど、この人頭もいいからどんどん英語を覚えていって、でターミナルの中にいるこの従業員の人であったり仲良くなっていくんですよね。さあ果たしてナボルスキーニューヨークの地を踏むことはできるのでしょうかというお話です。ね、そうやって外に出たいナボルスキーで、ターミナルで知り合う人々、アメリアっていうキャビンアテンダの人に恋、ちょっと恋をしちゃったりなんかして、で他あの清掃員のおじいちゃんとか、なんかあの荷物運びのお兄さんとか、ナボルスキーのことをみんな好きになって彼に協力をしていくんですが、ただ一人ですよ、立ちはだかる壁として立ちはだかる警備主任ディクソン、
で、こいつだけはもう、ナボルスキー、うぜえなってなってる。もう排除しようとして。そう。ちょっと嫌なやつなんですけど、いい嫌なやつ、いい悪人。すごくいい立ち位置で立ちはだかってくれているというね。こうやって登場人物すっげえ結構いっぱい出るんですよ。その中でこの方々たちとのこの交流もしっかり見せた上で、主軸の外に出れるの、祖国に帰れるのっていうのもちゃんとやるっていうですね、素晴らしいまとめ方をしている。すげえ見やすいんですよね。だからエピソードいっぱいあんのに。この先、中盤以降のネタバレ含まれるんで、気をつけてほしいんですけれども、名エピソードだらけなんですけれども、たくさんあるの、面白いエピソードがこの中で。だけどもうそれ全部話してたらもうキリもないし、あくまでちょっといくつか、ちょっと話させてもらおうかなとは思いますが、例えばこの空港の中で、ナボルスキーはね、生きてるんですけど、まあ、なんやかんやあってお金が必要だと、だからお仕事を探すわけですよ。いろんなところ、売店とかに面接に行ったりとかする。そういう時にさ、だから面接ってだから、住所とか必要じゃん。電話番号とか、要は個人情報ね、連絡先。ナボルスキー、空港の公衆電話の電話番号を教えるっていう。で、店の人がナボルスキーに電話するじゃん。さっきもらった電話番号だなっつって電話したら、その目の前の要は空港の電話番号だから、空港のその公衆電話ジリリジリリってなってナボルスキーが、はいもしもしナボルスキーですもう目の前同士で電話で、ごめんナボルスキーさん、すいませんあなた雇えませんわ、あそうですか目の前にいるのに電話で会話するって。ほんで、ちょっと気になるキャビンアテンドのそのアメリアっていう人ですけど、実はこの人は不倫中でですね、その、男の人は既婚者ですよ。その人とこう不倫中で。まあ、アメリア自身もダメって分かってるのに、もうやめられないのみたいな、どないしようみたいな感じ。もうその人をだからデートに誘うわけですよね。その時もそのナボルスキーよっしゃっつって気合い入れてスーツを着ようと。じゃあスーツ買いに行こうっつってさ、目の前にこうショーケースに飾られているスーツがあって、ガラスだから反射するじゃんね、自分の姿が。その反射を利用して、こう試着みたいにするっていう。わかりますか？反射すんじゃん。反射して、自分の顔がガラスに映って、そのスーツ着てるように見えるって。それで試着を、仮試着をするって。シーンもとっても素晴らしいですよね。こういう表現が、やっぱり、ズバ抜けてるなとは思いますが、そうやってスーツ選んで、アメリアを飯に誘って、飯食って、そしたらアメリアが、言うわけよ。既婚者との不倫がもう、無理やで、私、ピエンやで、みたいな話してて、あ、わかる、それな、みたいな、話し合わせてですよ。じゃあどうするかっつったら、ポケベルね、ポケベルの時代ですから、この時。ポケベル。もう壊しちゃえばいいなよ、つって。それヒューンつって、ポケベルを。捨てるっていうね。このシーンめちゃくちゃいいんですけど、そんなこんなしてたらついにクラコージアでクーデターが終わって平和になる。だから祖国に帰れるんですよ、パスポートが復活して。でアメリカにも1日だけ入れるよっていうビザをアメリアがですね、まあその既婚者の人との取引で作ってくれるの。だから念願のニューヨーク行けると思うんですけど、そのビザの判子をですね、主任のディクソンは押さないのよ。嫌がらせで。絶対私押さねえ。お前に絶対にアメリカの土地は踏ませねえ。つって。ナボルスキーはさ、いや、押せやって、おらって言うんですけど、いや、はいはいって。お前がおとなしく祖国に帰らんのだったら、お前の友達の清掃員のおっちゃんとか、クビにするぞと。あいつらの仕事がなくなるぞとかって脅すの。この清掃員のおっちゃんとかさ、実はその、自分の国から逃げてきた人で、ちょっと悪いことやっちゃって。逃げてこの空港の中で働いてるみたいな人なんだけど、それをお前言って、おじいちゃんお前、どうやお前大変なことになるで、みたいな。ナボルスキーもそんなこと言われたらさ、もう、しょうがねえっつって、いや帰る。じゃあ、クラコージア帰るからって言って。その様子をその清掃員のおじいちゃんは見てるわけ。はばばば。ワイのせいで、ナボルスキーが。さあ、そのおじいちゃんどうするかってですよ。滑走路ですよ。空港の滑走路。飛行機がバーって到着するところに、わー目の前飛行機来てるんですよ。わーって、もうタイヤが目の前。わードンキキーって。もうタイヤ目の前。あっぶな。わざと自分でこうやって問題を起こして、わしは帰る！ナボルスキーのために。帰ることを選択する。もうおかげさまで、もうナボルスキーはだからこれでニューヨークに行くことができて、その目的ね。じゃあナボルスキーの目的は何だったかっていうと、そのナボルスキーのお父さん亡くなってるんですけれども、亡くなったお父さんが
とあるジャズ演奏家たちがのことが大ファンなんですよ。だからどうしてもその人たちのサインが欲しかったわけです。だからサインをもらいに行って、ついにもらうことができて、わあ成し遂げたぞーってもらうことができて、それをその缶の中にね、ずっと 大事に持ってた缶がある、空き缶みたいな、その中にポコって入れてパカって蓋を閉めるわけ。もうめちゃくちゃいいシーンですよね。本当に素晴らしい映画ですよね。本当にもうめちゃくちゃ本当にね、笑えるしね、ほっこり気持ちもする、いい映画ですから、ぜひ見たことない人見てみてください。島中幸太、サプリメントは調子良くなるけど早死にするらしいで、貝柱明日あたりな。すごい足早いね。極悪ドラッグじゃねえか。ジョンジ、ベロに口内炎できて痛えだよ。どうしてくれんだよ貝柱。ビタミン取れよ。あ、でもサプリは死ぬのか明日。そういうわけでどうもありがとうございました。貝柱でした。さよなら。